やつが、あの一族皆殺しのガキかの。この人がサスケ君とナルトを苦しめてる人。この野郎、俺だけじゃなくガーラまで、俺がお前らぶっ潰す。みんな、あいつの目を直接見るな。危険だ。イタチの現実は同日、つまりは視覚ではめるタイプだ。目さえ合わせなければ OK だ。ガイ、お前イタチとどうやり合った？それはな、体や足の動きだけで奴の行動を判断するんだ。ウチハ一族か。シャリンガンを相手にするのは久しぶりじゃがの。ただの現実レベルならそうなんですが、もう少し厄介でしてね。こいつの場合は万華鏡シャリンガンという、本来のシャリンガンよりも強力な導術を使います。術を食らった者は数時間、あるいは数日にも感じられるんです。さすがカカシさんだ。一度私のつくよみを食らっているだけのことはある。分かってるのはそれだけじゃないよ。あれはかなりのチャクラを必要とする上に、お前の目にとっても何らかの重いリスクを伴うようだな、イタチ。お前の視力、どこまで落ちている？カカシさん、あなたまさか。ま、この前は油断しちゃったけどね。俺もそうダサくはないよ。こんなこと、確か前にも。お前たちは戦いに加わるな。また戦わないチームワークってやつかよ。今回は援護を頼む。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。螺旋眼！こいつも影分身。カカシ先生、どうなってるんだってばよ。先生、どうなってるんだってばよ。影分身なのか。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。あの時か。それってば、どういうことだ。君が知る必要はない。現実を食らうなんて。成長している。まだ甘い。ナルト、ナルト、久しぶりだな、ナルト。あの時は殺し損ねたからな。どうして、どうして、サスケ君を止めてくれなかったの？お前は仲間を守れなかったじゃないか。お前ばかりが得をする。お前ばかりが幸せを勝ち取る。ナルト、信じてたのに。今度こそ
どめだ。あのさ現実とはそういうものだからの。ってそんな、何のために俺は川に落ちてずぶ濡れになってんだってばよ。その仲間に己の体に触れてもらい、チャクラを流し込んでもらうんだの。それで現実は解ける。ナルト、カカシ先生、ナルト、ガラ、誰か俺にチャクラを、俺にチャクラを。大丈夫か、ナルト。現実よ。でももう大丈夫。あいつの影分身は。影分身じゃと。螺旋丸。こやつ道術だけではないな。気合い入れてよ、ナルト。ほら、しっかりしろ。宝泉火の術かわした。螺旋丸、やったか、ナルト。クソ、やっぱ簡単にはいかねってばよ。シャリンガンは厄介だ。一瞬でこっちの動きが先読みされちまう。その上で一発で奴を倒せる強力な術。案ずるでない、カカシの術師。はい。霧隠れの術、現実にかかりづらくするためには確かに効果的だが。それもそうだな。カトン、豪華級の術。まさか、カカシ先生、現実に。さすが、術の使いどころがうまい。これは、影分身。お前の、今の螺旋丸で十分だと思っとるのか。あの時と同じように、敵に立ち向かうたびに手に穴を開けるつもりかの。螺旋丸は、あの四代目火影の残した術だということをの。それを今度はお前自身の術にしてみろの。俺のオリジナルの術。そうだ、俺だけのオリジナル螺旋丸。それにはまず威力を上げるためにより多くのチャクラを練り込む必要がある。名付けて大玉螺旋丸。すごい。てらっしゃるんですか。ああ、うちの里の上人だ。